はい、皆さん、こんばんちは、宮内ゆきです。今日もお疲れ様でした。はい、今日の BGM は、インシンクさんのバイバイバイです。はい、今日はですね、今、宮古島で台風がちょっと接近してるんですけれども、台風バイバイバイということで、こんなものを紹介したいと思います。別に台風がどうこうなるってわけじゃないんですけどね。台風で停電した時に便利なものです。じゃじゃーんということで、ディズニーキャラクター大容量モバイル端末用ポータブルバッテリーですね。薄いです。 8.6 ミリです。すごいでしょ。はい、2つまでね、スマートフォン充電できます。ディズニーキャラクターいいっすね。で、これとあと、まあそうですね、このUSB ケーブル、まずこれで USB にでパソコンにつないでこれを充電して、でここからスマートフォンをね3回まで充電できるということで大容量です。さらに、ケースまでついてますね。こんな感じです。このように入れて持ち運べると、素晴らしいですね。もう本当台風銀座と呼ばれてる宮古島なんで、もう停電した時は充電器とかね使えないですからね。はい、こういうモバイルバッテリーはすごい非常に役立つと思います。大容量でね、3回まで、何回も言ってますけど充電できるし、2台連続で充電ができます。はい、こうやってスイッチ入れるとこのように入りますね。で、今電池がこれだけ残ってますよという、うん、で、一番多いと4つ、減っていくとだんだん、1個になっていきます。はい、ぜひぜひ皆さんもモバイルバッテリーね、これからの季節に、あとスマホね、すごいいっぱい使う人ですね、1日のうちでもなくなっちゃうって人にも非常におすすめです。これがあれば電池切れはね心配しなくていいですね。ということで僕も早速今回の台風から使ってみたいと思います。台風バイバイバイということで、はい、宮内ゆきでした。